救急車で運ばれたって？親父たちの介護どうすんだよ。さっさと戻れ。迷惑かけてごめんなさい。念のため検査入院することになったの。は？俺の飯は？洗濯と掃除は？俺介護なんてできないぞ。お父さんもお母さんも介助すればトイレには行けるわ。 2,3 日だけお願いできないかな。無理に決まってんだろ。介護はあやめの仕事なんだからサボってんじゃねえよ。でもひどいめまいがしてるの。とてもじゃないけど戻れない。迎えに行ってやる。医者には俺から話す。やめて。仕事だって休むことになるだろ。給料が減るじゃないか。あなたもそろそろ働いてよ。私一人で仕事して介護してもう限界よ。今転職活動中だ。そんなこと言ってパチンコに行ってばかりじゃない。パチンコで思い出した。金どこに隠してある？そんなものないわよ。今日は勝てそうな気がするんだよ。いつも負けてばかりでしょ。お前の入院費なんかに使う金があったら俺が増やしてやるから貸せ。お願いよ、もうやめて。じゃあ親父の年金使うしかないな。通帳どこ？介護の費用に取ってあるの。そんなことのために使わせない。じゃあ親父に直接頼むわ。息子に介護させておいて謝礼も払わないなら追い出してやるってな。いつも迷惑かけてばかりですまんって。随分心苦しい思いをされてるの。これ以上責めるようなこと言わないで。ただで介護してもらえると思う方が間違ってるんだよ。我が親ながら呆れて物が言えないぜ。あなたのご両親なのよ。少しは敬意を持って接したら。ろくに足腰も立たないくせに何が親だよ。あいつらの役目はもう終わったの。あとは年金を俺によこせばいいんだよ。あなたには任せておけないからヘルパーさんに頼むわ。それ金かかるんだろ。お前が戻ればそんな金使わずに済むだろうが。お医者さんの許可が下りないの。なるべく早く帰るから。ったくもう使えない嫁だな。もっと丈夫なやつと結婚しとくんだった。2日後。お前今日退院してもう家に戻ってるよな。さっき着いたわ。今ヘルパーさんとバトンタッチしたところ。ちょっと金なくなったから駅前のパチンコ屋まで5万持ってこい。そんなに渡せないわ。もうパチンコはやめてってお願いしてるでしょ。就活はしてるから心配すんなって。大事な話があるの。金持ってきた時に聞く。緊急なのよ。なんだよ。私もう長くないらしいの。何が？余命半年だって。くだらない嘘ついて金渋ろうって魂胆か。つくならもっとマシな嘘つけ。ほんとよ。検査の結果そう言われた。マジで余命半年？じゃあ離婚だな。え？病気うつると嫌だから早く離婚してくれ。うつる病気じゃないわ。どうでもいいよ。お前に利用価値がなくなるってことだろ。結婚してる意味ねえじゃん。何それ。これからどんどん弱ってってまた入院して介護もサボることになるわけだよな。そんなの迷惑でしかねえよ。今まで私がやってきたことは何だったの？こんな時にさ寄り添ってもらえないわけ？そうとなれば就活より先に婚活だな。本気で言ってるの？デブでもブスでもいいから体が強くて力持ちがいいな。ジジイとババア任せるんだし。妻は介護要員じゃないのよ。介護要員だよ。は？女なんてもんはな、男に尽くすためにいるの。外で働いて家のことやって親の面倒を見る。お前は今までそれができてたから家に置いてやったが、使い物にならないならもう不要品だな。ひどい。俺が次の嫁を見つけるまでは家に置いてやる。いつになるかわからないからいつでも出ていける準備しとけ。本当に追い出すのね。仕事も家事もできないならいらない。葬式も出したくないから死ぬ前に離婚だけしておこうぜ。よくわかった。本当にそれでいいのね。いいに決まってんだろ。後悔しないでね。するかボケ。離婚届は書いておくからお前も書いておけよ。いつでも出せるようにな。数週間後。あれ、親父とおふくろは？いないわよ。まさか死んだ？だったら遺産どこだよ。生きてるわよ。施設に入られたの。は？なんで勝手に？ご自身の意思よ。これ以上私には迷惑かけられないとおっしゃって。俺の親だぞ。勝手なことするな。施設なんて金の無駄遣いだ。一つも面倒なんか見ないくせに何が俺の親よ。お前はこの家を出ていくんだろ。
親の面倒は次の嫁が見るんだから余計なことするな。仕事もしてない無職に嫁ぐ女がどこにいると思ってるのよ。金は女に稼がせればいいんだよ。俺はそれだけ魅力的なんだから。じゃあさっさと見つけてきなさいよ。今探してんだよ。誓ってもいいわ、あなたに次のお嫁さんは来ない。うるせえ、お前はさっさとくたばれ。余命半年なんだろ。このまま治療しなければね。は？ご両親を介護しながらの治療は無理だと先生に言ったら、このままだと余命半年だよって言われたのよ。治療さえすれば助かる見込みはある。お前、俺を騙したな。あなたがどういう反応するか気になったの。まさか離婚なんて言い出すとは思わなかったけど。まさか治療してるんじゃないだろうな。金の無駄だ、すぐやめろ。お父さんはそう言わなかった。すぐに施設に入るから治療優先してくれって言ってくれたの。親父は関係ないだろ。あなたは私の生命保険を狙ってたのよね。俺が保険料払ってたんだ、当然だろ。保険料は自分で払ってたわ。それに受取人はあなたじゃないわよ。は？私の妹に変えてあるの。ふざけんな、夫である俺が受け取るべきだ。夫らしいことなんかしたことないくせに。でもそんな心配も不要よ、私は生きるから。治療なんかやめてさっさとくたばれ。そして受け取り人を俺に変更しろ。いやよ、私はまだまだ生きてあなたの最後を見届けないと。はあ、俺の最後って何の話だ。余命半年はお前のことで俺は関係ないだろ。あなたの余命あとどれくらいかしらね。俺は健康体だ。私はこの後離婚届を提出してこの家を出ていく。ご両親もいない。あなたにお金をくれる人はもう誰もいないの。それはまずい。さてどうやって生きていくの。カウントダウンはもう始まってるわよ。親父がいる施設を教えろ。さすがに息子を見放したりはしないだろ。見放したのよ、それが。は？仕事もせずギャンブルばかり。嫁に介護を押し付けて文句垂れてる息子を見ていつも怒ってた。人に面倒見させといてあいつに切れる権利なんかない。面倒見たのは私。ご両親は私への感謝はあってもあなたには憤りしか感じてない。でも実の親子だ。俺が食うに困ると分かれば必ず援助してくれるはずだ。残念ね、もう縁を切れそうよ。そして財産の一部を私に生前贈与するって。親父いくら持ってんだよ。しょぼくれじじいだからどうせタンス貯金が何十万かだろ。お父さん若い頃からとある会社の株をずっと持ってたの。その会社は5年前に上場して業績も安定してて、株を売ったら2億になったらしいわ。2億？マジか、やったー、すっげーぞ親父。ぬか喜びね。あなたには1円も入らないと言ってるでしょ。ふざけんな、俺は息子だ、相続する権利がある。まだ生きていらっしゃるのよ。相続だなんて何を言ってるの。どうせ長くねえよ、さっさと召されてしまえ。そんなことを言う息子に1円たりとも残したくないというお父様の気持ち、すごくよくわかるわ。2億あれば何でもできるぞ。よっしゃ。そのうちの半分は私に贈与してくれるそうよ。あとの半分は施設への入居費用や今後のために取っておいて、あとはできるだけ散財してお金を使い果たすと言っていたわ。は？そんなことさせないぞ。お父さんは本気よ。本当に俺には1円も残らないのか。なのにお前には1億だなんて冗談じゃないぞ。おかげでこれから半年お金のことも気にせず治療に専念できるわ。お父さんには本当に感謝してる。おい、お前バカだな。俺だって遺留分くらい知ってるんだぞ。生前贈与だって遺留分の対象になるはずだよな。私が贈与を受けたから1年以内にお父さんが亡くなった場合はね。え？お父様が長生きしてくれて1年以上経てばあなたは遺留分を請求することはできなくなる。そうなのか、完全に積んでるじゃないか。賃貸で持ち家もないし、あなたに残るものはゼロよ。ちょっと待ってくれ、俺じゃその家賃すら払えない。あ、やめ、離婚は取りやめよう。まだ離婚届出してないよな。今から出すわ。これ出したらご両親のところに報告に行ってくる。それからはしばらく入院になるわ。一旦全部白紙に戻そう。離婚届は出すな。そして入院もせず働いて俺を食わせろ。今まで通りだ。介護がなくなった分楽だろ。冗談は講習だけにして、元通りにするメリットが私には何もないわ。あ、頼む。まだ次の嫁も見つかってないし、今いなくなると困るんだよ。
俺手持ちの現金ゼロなんだ。これじゃタバコも買えない。嗜好品は諦めなさい。まだ当面の生活費200万くらい譲ってくれよ。お前1億手に入るんだろ。贈与税もかかるし丸々じゃないわ。入院費用や新しい生活を始めるのにもお金がいるし、あなたに恵む余裕はないの。あってもあげないけど。ケチケチクソババア。500円くらいならあげようかと思ってたけど今のでやめた。あ、嘘です。500円でも100円でもいいので恵んでください。やだよ、散々私をコケにしてきたこと後悔すればいい。もう後悔してます。悔やんでも悔やみきれません。仕事もろくに続かないあなたが一人ぼっちで社会に放り出されて生きていけるのかしら。自分の余命心配した方がいいわよ。頼むから俺を見捨てないでくれ。あやめ、戻ってこい。ブロックします。後日談。義父母はお金に余裕があるのでとても綺麗な施設に入居できました。サービスも申し分なく快適な生活が送れているそうです。一方翔太は働き口を見つけることもできずホームレスになったと風の噂で聞きました。一度公園を通りかかった時に変わり果てた姿の翔太を見かけた際、目が合い何か言いたそうでしたがそのままどこかへ行ってしまいました。あれが人を見下し足蹴にした人間の末路なのかと思うと何とも言えない気持ちになりました。私は入院して治療開始、経過は順調で生存率も上がり無事退院することができました。今でも義父母の面会にたまに行って楽しくお茶をしています。